日活の黄金期を代表する女優、芦川泉さん、本名伊藤幸子さん、旧姓芦川、は1935年10月6日東京市滝野川区田畑町に生まれる。1952年法政大学準高女子高校、現法政大学国際高等学校を中退し、松竹歌劇団附属松竹音楽舞踊学校に入学する。同期に野添瞳、山端くるみらがいた。この時芸名を芦川泉とする。1953年、たまたまファッションショーに出演中に松竹の川島雄三監督に認められ、川島監督の東京マダムと大阪夫人でデビューする。その後1955年川島監督の推薦で松竹歌劇団を退団し日活に入社する。市川崑監督の青春階段で日活映画初出演。その後幕末太陽伝などの川島監督の作品をはじめ様々な役に挑戦し、松竹から移ってきていた北原美恵と共に日活を代表する女優となった。浅岡瑠衣子、吉永小百合、中原さなえ、笹森玲子と合わせてパールラインと呼ばれた。1956年、田坂智孝監督の乳母車で石原裕次郎と初共演。爽やかな演技で人気を不動のものとした。以降、北原と共に裕次郎映画のヒロインとして欠かせない存在となり、北原の引退後も裕次郎の相手役として活躍した。浅岡瑠衣子にそのポジションを譲ってからも日活を代表する女優として活躍した。1958年の美しいヤンシさんではアマを演じるために坊主頭となった。1961年、映画激流に生きる男制作中に共演者の赤木圭一郎が死亡し、制作が中止された。1962年のガラスのジョニー、野獣のように見えてればこれまで演じたことがない男たちを魅了してやまない流浪の女という役柄を演じ、新たな魅力を見せた。1968年、藤達也と結婚。映画、孤島の太陽が引退作となった。以後、女優としては映画、テレビなどへは出演していない。2007年11月17日、新宿の京王プラザホテルで開催された日活出身の俳優で構成する、俳優クラブとスタッフらで構成する、旧友会の合同パーティーに、渡り哲也、浅岡瑠衣子、宍戸城、河内民夫、沢本忠雄、鈴木清純、井上瑞穂、斎藤武一、増田俊雄らと共に出席。久々に公の場に姿を見せた。2009年には石原裕次郎の23回忌、南田陽子の死去に際して、スポーツ新聞にコメントを寄せている。2018年、デビュー65周年企画として、出演した10作品の DVD 販売にあたり、DVD の音声解説を務めた。エピソード、和製オードリー・ヘップバーン、日活の原節子と称された。また、松竹歌劇団時代にはオムギの愛称で呼ばれた、有馬稲子に顔立ちが似ており、彼女よりもたくましいということから、稲、ではなく、麦、だというシャレで付けられた愛称。スタジオジブリ作品における宮崎駿のヒロイン像は芦川が原点になっているという。石原裕次郎がプライベートでのスキー中に負傷、激流に生きる男に出演できなくなり、結果として代役として撮影中の赤木圭一郎が死に至った。日活は所属俳優たちにスキー禁止令を出した。しかし、どうしてもスキーがしたくなった芦川は、休みを利用して秘密裏にスキーをしに出かけた。しかし石原がどこからか芦川がスキーをしていたことを知り、石原から、泉ちゃんスキーしているんだって、とからかわれたという。